令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧を発表し、17種類の新兵器開発研究概要を明記しました。今回は、島嶼防衛で、BAC-3 超えの防空システム構築化を詳しく見ていきますね。レールガン開発も進み、量産間近となる中、ドローン対策も、三菱レーザーシステムが量産間近、日本の技術は世界屈指となってきます。電力がいるけどね。防衛省が、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧なる文書を発表したのは、9月8日のことでした。その中には、17種類の新兵器開発研究概要について明記されているようです。その中の新地対艦、地対地精密誘導弾ですが、1週間ほど前の8月31日に提出された来年度防衛予算の概算要求に入ってはいましたが、8月時点での詳しい説明はありませんでした。ただ載せただけといった感じだったようですね。そういった前提があったので、概算要求の主要事項で入れ替わりになった島嶼防衛用新対艦誘導弾の名前を変えたものではないかと推理する人が多かったようです。つまり、物は同じなのに、別の名前で要求して予算をゲットするつもりだろうと推理した人が多かったということですね。政府のやり方がかなり国民に知られてきているという証明かもしれません。では、新地対艦、地対地精密誘導弾や、実際の新地対艦、地対地精密誘導弾とは、一体どういうものなのか、見ていきたいと思います。何回も出てきますので、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧は、R5 事業評価と書くことにします。最初に、この事業を行う必要性を説明します。言うまでもなく、日本は、島国で、離島の数も多い国です。佐渡島や淡路島のような本州に近い島だけでなく、台湾の方が絶対近い石垣島や、太平洋に浮かんでいる小笠原諸島などを思い浮かべれば、よくお分かりでしょう。正式な日本の島の数は、かなり多いはずですよ。本州も一応島ですからね。こういう国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対しては、脅威の圏外から対応しなければならないという考えが優勢です。一番わかりやすい例ですが、尖閣諸島へ上陸された場合は、沖縄では、なく本州から対応するということを考えているのです。そう考えると、本州等から十分届く射程を持った兵器、侵攻部隊を効率的に迎撃できる兵器が必要という結論に至ったのでしょう。こういった兵器とスタンドオフミサイル等を併用することで、マルチな対応もできるはずですから、逆に、敵には、複雑な対応をさせることができると考えたのでしょう。同じ場所から同じ兵器で攻撃していたら、反撃はたやすすぎますからね。様々な場所から、様々な武器で攻撃を仕掛けることが有利ということは、素人でもわかります。R5 事業評価には、新兵器17種類の開発研究概要が記載されていますが、その中の、新艦対空誘導弾能力向上型について分かったことがあります。開発が終わったばかりなのに、なんと、来年2024年には正式採用予定になっているのです。この採用も早いのに、能力向上型と称する改良型の開発を来年にはスタートすることを示唆しています。コンピュータは、1年で10歳年を取ると言われますが、兵器もそういうことなのでしょうか。費用対効果が悪すぎませんか？コンピュータの進展に同調して開発が進んでいるとは思いますが、そんなに次々更新する必要があると予算が心配です。改めて説明しますが、陸自の丸3式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを乗せ、長距離艦対空ミサイルに改良したものが新艦対空誘導弾となります。このミサイルには、横方向に動かすための動力装置、サイドスラスター、サイドスラスターを追加する予定だそうです。つまり、パトリオット防空システムパック3のように、特殊な迎撃ミサイルに進化させる計画でしょう。となると、ターゲットは、弾道ミサイルと極超音速兵器で、これらを終末段階で迎撃することと思われます。パトリオットは、
1990年から始まった湾岸戦争で有名になったミサイルですね。愛国者という意味ですが、どちらにとっても愛国者というわけにはいかないようですね。世界各国で開発が進められている航空機や誘導弾ですが、どこでもマルチなスペックアップが期待されているようです。従来まで汎用護衛艦に設置されていた誘導武器システムでは、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイルには十分に対応できない、あるいは難しくなりつつあるという認識が一般的で、どうしても新しい方策を求めることになっているようです。具体的には、ターゲットが軌道を変えても、誘導弾がちゃんと追跡していくこと、シーカーやサイドスラスター技術を確立し、日本の周辺海域に展開させ、任務に当たる汎用護衛艦の作戦能力向上なども考えているようです。高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等に高高度で対処ですが、ロシアの極超音速巡航ミサイルや中国の対艦弾道ミサイルと極超音速滑空ミサイルなどが迎撃のターゲットになるようです。R5 事業評価の中に能力向上型新艦対空誘導弾が弾道ミサイルや極超音速兵器へ対処するとは一言も書いていません。しかし、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等とは、こういったミサイルに間違いないでしょう。わざわざ名前を挙げなくても、名指ししたのと同じです。高高度では空気の密度が薄いので、空力操舵では細かい操作がやりがたくなるので、サイドスラスターを使用して高い機動性を維持し、高高度から落ちてくる弾道ミサイルや極超音速兵器を終末防御するという計画なのでしょう。前述の通り、新艦対空誘導弾とは、陸自の03式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを付加して長距離艦対空ミサイルに改良したものです。そして、改良型の新艦対空誘導弾能力向上型はサイドスラスター装備と明記されました。となると、丸三式中距離地対空誘導弾改めの改良型である03式中距離地対空誘導弾改め能力向上もサイドスラスター装備と考えていいのではないでしょうか。丸三式改めや能力向上新機分は果たしてどんなフォルムや仕様になるのか、現状では全く情報は入ってきません。仮にアメリカのパトリオット防空システムのパック2 GEMT のようなものだとしたら、フォルムは変わらないとしても、中身だけが変わることになるのです。また、パック3のようにサイドスラスターを備えた、全く別物のミサイルだと仮定すれば、予定されている開発期間ではあまりにも短すぎるのではと心配していたのですが、幸いなことに、この予想は外れたようです。丸三式中ザム改め能力向上新規研究開発分が完了する2028年、令和10年には、新艦対空誘導弾能力向上型のテストがスタートし、2031年、令和13年には開発完了の予定になっているようです。本当に進み方が早いですね。国民生活に直結している食料問題や資源問題については腰が重いのに、兵器に関してはアメリカからの要求があるから動きが早いのかなと邪推してみたり、タイトルにはパック3かと挙げましたが、サイドスラスターを持ったミサイルが全部パック3になるわけではありません。サイドスラスターには大量の小型固体燃料ロケットを持つもの、パック3型とシャッターをつけて側面噴射をオンオフさせるもの、アスター型の2種類があります。アスターは花の名前ですが、政府の支援を受けたフランス企業が製造した対空ミサイルです。人間を攻撃するものに人間を癒してくれる花の名前をつけるとは、なんともグロテスクだなぁと感じるのは筆者だけでしょうか。さて、丸三式中ザム改め系統へもサイドスラスターを装備させるそうですが、どちらになるのでしょうかね。アスターのサイドスラスターには噴射穴が4つあって、シャッターで開閉して噴射をコントロールしています。燃焼室は1つしかないので共通になります。パック3型がいいのかアスター型がいいのか、なんとも判断はしかねます。どちらにしても、高額の国家予算を注ぎ込むわけですから、納税者としては、コスパのいい、
長持ちする高性能なものを購入してくれとお願いしたいです。日本ついに US2 でも協業との情報をキャッチしまいた。今回はこの US2 製造会社新明和工業とイギリスのアイラリス社の提携を詳しく見ていきますね。 F3 戦闘機開発に続きイギリスとの連携強化は日本も今までよりも本気になったのかもしれません。日本の技術は最高ですがコックピット周りが全くダメなので、これで戦闘機開発で復活かな。救難飛行艇 US2 の製造企業として、日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアイラリス社とが、2023年、3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めている。すでにこの公表が行われた同月内に、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだ。概要としては、今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが、今回の提携の内容のようだ。イギリスのアイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART と、いう呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっている。アイラリス高等ジェット練習機は基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体からデモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等までパーツの組み替えで対応することが可能である。こうした複数の用途への対応をアイラリス高等ジェット練習機は、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを変更することで実施できる、モジュラー方式を採用しており、航空業界では、非常に高い関心を集めている。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されている。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アイラリス高等ジェット練習機は、使用者の用途に応じた高い汎用性と、その運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体と見さされている形だ。そのため、イギリス空軍は、傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通して、アイラリス社に出資を行っており、2021年2月には、3年の開発契約も締結し、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししている。これに応える形で、2021年9月に、アイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに、戦闘機型や空中給油機型等の多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示した。こうしたアイラリス社の推進している
アイラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は、関連企業において非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールス・ロイス社も、同年同月に航空用の機関部の供給契約を結んでいる。アイラリス社への投資は、これらロールス・ロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国、カタールのバルザンホールディングス社も名を連ねており、1050万ポンド、約17億円弱の出資を得ている。これもあってか、アイラリス社は、2022年3月にカタールで行われた展示会で、アイラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社は、元より、同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も、姿を見せた。アイラリス社の将来性には、軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらには、アメリカのボーイング社も、出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に、新たな潮流を巻き起こす可能性が高い。2023年現在、世界のジェット練習機市場では、韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その軽戦闘機版である FA50 とともに、アメリカ製の F16 ファイティングファルコンの介護艦として、一定の評価を得られている。今後は、アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機は、さらに、無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうか。今回は、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえば、そこにイタリアを加えた3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことが、2022年、12月9日に正式発表されている。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであれば、こうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると、大多数が考えていただろう。日本が、太平洋戦争後に、アメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもない。ただし、日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように、同社は、アイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にも、その関与が見込まれる。さて、日本の新明和工業はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として、つとによく知られていると思うが、同社は、太平洋戦争の敗戦までは、川西財閥の傘下の川西航空機として、軍用の航空機を手掛けていた。その当時の川西航空機は、日本海軍に対して、局地戦闘機として、巧妙な試電、および、試電改めを製造しており、同機は、太平洋戦争の戦局が、日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来する、アメリカ軍機に対抗する、貴重な機体となった。ただし、川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称、錦台艇、正式名称は、錦飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに、
総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一とも称されている。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20ミリの旋回式機銃5門を固定武装に備えていた、二式飛行艇は、1942年3月には、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用された。この計作戦では、二式飛行艇は、大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を生かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれている。その逸話を象徴するか、同様に、二式飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 P-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した、武勇伝も記録されている。こうした数々の逸話を残した二式飛行艇だが、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと、脈々と受け継がれており、同機は、2007年から、海上自衛隊での運用が行われているが、いかんせん、生産数は、これまでで、8機と少数に止まる。救難飛行艇 US-2 は、海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに、生産数が少ないことから、1機あたりの取得コストも、およそ100億円と高額であり、2011年以降は、海外への輸出にも、力を入れているが、現時点で確定した取引はない。一時期は、救難飛行艇 US-2 は、輸出先として、インドに、輸出、ライセンス生産の総数15機という取引が、盛んに取り沙汰されたこともあったが、やはり、コストが高いことが、最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっている。防衛装備庁がついにストブル・ヨーバージ計画を始動したとの情報をキャッチしました。今回は、このストブル・ヨーバージ計画、橋家を詳しく見ていきます。新戦術と新たな基地化が望めるこの橋家計画。出雲・潟子栄冠の改修に関する技術が必要です。このプロジェクトは、海自の出雲・加賀を空母化改修し、F-35B を運用する計画の一環で、当初防衛における補助として検討されています。その運用方法や効果については、まだ不明な点が多いですよね。2023年5月、防衛装備庁は、ストブル・ヨーバージ・橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示しました。その後10月に、この業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表しました。この業務は、航空自衛隊が導入を予定しているストブル短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ、橋家を研究するものです。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲・潟子栄冠の特別改修に関する知識、技術が必要不可欠という前提条件を示していました。ところが、この条件に合う、必要な知識や技術を持つ企業は、ジャパンマリンユナイテッド1社だけでした。そして、応募者も同社だけだったので、
当然の重幸として選定したということです。だったら、わざわざ募集する必要があったんでしょうか?と思ってしまいますよね。この会社しかないのは分かっていたはずですよね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまいます。防衛省は、現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦いずも、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めています。この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能です。現時点では、バージとストブル機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明です。F-35B は画期的な新戦闘機ですから、最大限有効活用するため進めている調査研究は、今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているのです。ここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見てみましょう。いずもや加賀が、運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい、給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより、離れ着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、橋桁スアルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって、橋桁を重要箇所に置いておくのは合理的かも。海事は出雲、片や日向、片を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である、護衛隊群は、しっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには、掃海隊群を両用船部隊に指定して、これで人気は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海事側は、機動運用艦隊になる護衛隊群を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは、愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから、見事に同床異夢ってこと。将来的に、海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから、運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に、臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、橋桁す機動集艇のセットに燃料や整備品を乗せて、連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島から、さらに 400km 離れている南大東島のような離れ島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから手をこまぬいて何もしないわけにはいかないので仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀は、この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら、他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら、小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら、意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は、那覇、嘉手納基地のように、ミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく、中 SAM 改め、ブースターもつけて、長射程版と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F-35B を、DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは基本的には艦隊防空のため。わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。
確かに海地が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで逆説的に海地がじまいの戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時にどっちを優先するかという極論でしょう。 F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲、加賀を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲、加賀はもともと機動運用だったから海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。 F-35B は海おのずと空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので民間 RORO 船が陸自輸送の主力になるだろう。浮き橋や橋家で沖合の RORO 船から離島を結ぶことも視野に入れているから橋家もその一環になる。要するに出雲、ガタが回されないのならヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用のストブル発着艦バージでオスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だからメガフロートみたいなのも良い選択肢では。戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。ちなみに、RORO 船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことです。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようですが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするのでしょうね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの某王妃みたいな考えではないと信じたいですが、橋家の利用についても高評価が多いと感じますが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して橋家を破壊するということも想定できますよね。橋家自体は普通の浮き橋のようなもので防衛能力はないでしょうし、素人の見方ですが海上にプカプカ浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても任せていいのかなとも不安になるのですが、専門家がしっかりと考えてくれるのでしょうね。